さて、追っ始めるか。容器につられて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか、面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ？以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て。そらどういうことだ。まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにも犬とも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。職が申されようとしていた。一つ尋ねる。お前と共にいたあの娘は今どこにある？もしやお前の求めし聖地にいるのではなかろうな。何？どうしてあんたがそれを知ってんだよ。神の力は宇宙世に降りる。その念の力場を祭りという。祭りとは本来神事、神の領域の事象をなぞるようなのだ。食らいやがれ。血塗られた聖地に導かれし羊たちの群れ、彼らが求めしは光の鷹なるもの。そしてお前とあの娘はそのただ中に身を投じることになる。まるでかの時をなぞるがごとく、職が申されようとしている。あれがまた怒ってるか。いや、あれがもう一度。残念だが、この祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。宇宙世とは南に移りし月影のごときもの。月影を消すことはかなわない。月がすでに天にある以上、月影もまた水面にあり続ける。そしてあれはすでにあった。
せる太陽に照らされし彼の地を遠く地上に差したる影に過ぎぬ。要するにあの時と同じ結果になるって言いてえのかよ。我らがこうして計らずもここにいることが何よりの証。すでに我らは因果の流れの中だ。の知ったことか。それにあったばそうです。俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もがくものってのよ。その因果ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。あんたはそうだったな。だが俺もキャスクもきっちり生き残ってるさ。あの時は確かにあんたの力を借りた。自力であいつを救い出す。そしてだけ忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。あのね。ああ、やっぱいいや。気のせいかな。あのおじちゃん、なんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う、それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は